はい。ではですね、私からの発表内容としまして、チャット GTP の現状理解と、まあ、今後の、今月のですね、LLM 情報ということで、発表します。で、前回ですね、チャット GTP の、まあ、5月の半ばぐらいの情報をここでシェアさせていただいたんですけども、まあ、今回ですね、その前回の振り返りと、その1ヶ月ぐらいのですね、このチャット GTP 界隈のアップデートについて、最初お話しさせていただきます。またですね、あと後半はですね、まあ、チャット GTP 以外のもう少し雑多な話題提供も含めてお話しさせていただく予定です。で、まずですね、まあ、チャット GTP とかですね、LLM、皆さん使われていますかということなんですけども、今日、何名ぐらい参加されてるんですかね。ちょっと、ちょっと見えないんですけども、まあ、皆さん使われてるという形で、まあ、お話しさせていただければと思うんですけども。で、今回、まあ、前回の振り返りということでですね、簡単に、まとめております。で、チャット GTP というのは、この、まあ、チャットジェネレティブプレトレインドトランスフォーマー DTP の略。これを略してチャット DTP というように呼んでおります。で、これオープン AI 社が2022年の11月に公開した AI のチャットボットという、チャットボットになっております。で、チャット GTP というと、まあ、GTP のチャット機能指す言葉になっておりまして、単に GTP というと、まあ、このですね、まあ、AI のモデルであったり、その他の機能も指すという言葉になっております。で、現在ですね、最新版は GTP の4というのがですね、2023年3月14日に公開されておりまして、マイナーバージョンが今、メインの24のバージョンというのが今の最新版になっています。で、これも簡単に内容を説明しますと、まあ、こちらが大規模言語モデル、LLM の一つのモデルということになっております。で、大量のテキストを学習した、まあ、AI モデルで、この、まあ、テキストを生成する、このジェネレーティブな過程で、まあ、次に来る単語を、まあ、高確率で予想できるというのがこのモデルの、出力になっています。で、まあ、結果として、まあ、高確率で次の項が予測できるということで、まあ、人間がまあ自然に感じるような文章を生成できるというような AI モデルになっております。で、まあ、この GTP とかですね、LLM の登場で何が変わってきたかというと、やはりコンピューター言語を介さずに、まあ、自然言語そのものが、まあ、今話している言葉自体が、まあ、プロンプトとなって AI に指示できる言葉となって、なるということがですね、まあ、かなり劇的に、変わってきたところかなというふうに思います。で、まあ、こちらがですね、まあ、チャット GTP の実行の UI になるんですけども、まあ、こういう形ですね。まあ、GTP の3.5と、まあ、GTP の4の今、モデルの切り替えができるようになっておりまして、このモデルを決めていただいて、この下のですね、まあ、センターメッセージのところから、プロンプトを打っていただくという形ですね。それに対して、まあ、結果が生成されると、テキストが生成されるというような、UI になっています。で、これ、まあ、動画長いので飛ばしますと、まあ、このプロンプトですと、R 言語とは何ですかというのと、まあ、開発の経緯を含めて、教えてくださいっていう、まあ、プロンプトに命令、まあ、質問に対して、この下ですね。こちらがチャット GPT が、まあ、このような形で回答してくるというような、まあ、生成の AI モデルになっています。で、今回ですね、まあ、チャット GTP 界隈の1ヶ月のアップデートということで、まあ、大体5月の頭ぐらいからですね、今までのちょっとアップデートについてお話しさせていただきます。で、主にはですね、今回2つ挙げてまして、
まあ、後半のですね、プラグインの話が今回、メインになるんですけども、まあ、一応ですね、大きくは2つあります。1つはですね、まあ、iOS 版のチャット GTP アプリが、先月リリースされましたというのと、ベータ版でですね、フィーチャーズの機能が実装されましたので、チャット GTP でも、ウェブ検索の機能であったりとかですね、他のアプリケーション、API との連携、がプラグインでできるようになりました。そのあたりのですね、お話を今回したいと思います。で、軽くですね、まあ、iOS のアプリはかなり軽くですね、ご紹介させていただきますと、まあ、このような形でチャット GTP のアプリが Apple Store で公開されるようになっております。これ多分先月中旬ぐらいだったと思うんですけども、ただですね、まあ似たようなですね、なんか詐欺アプリが同時に多数リリースされてるっぽくてですね、やはりですね、OpenAI の、まあ、この公式の、サイトに、この Apple Store に飛ぶリンクがありますので、ここから、ですね、飛んでいただいて、Apple Store に行って、まあ、使っていただくというのがいいのではないかと思いますね。で、まあ今 UI がこんな形なんですけども、3.5と4が選べるようになっていて、で、自分のこのアカウントと、Google アカウントと紐付けて使うんですけども、まだこちらのチャット機能だけで、プラグインとかはまだこちらでは使えない、ようになっています。で、前回ですね、まあ、この GTP4 の API とかですね、プラグインはまだ、まあ、順番待ちで使えませんという話だったんですけども、一部ですね、使える、プラグインの方が使えるようになっておりますので、そのお話を、次させていただきます。で、こちらがですね、プラグインの設定になるんですけども、まあ、OpenAI の、まあ、サブスクをやってる方がですね、今、ベータ版使えるようになってまして、ログインして、セッティングで、このベータフィーチャーズっていうところですね、ウェブブラウジングとプラグインというのが、アクティブのするところございますので、ここでですね、ここをオンにして、そうすると、まあ、モデルの選択にですね、デフォルト以外に、ブラウジングとかですね、プラグインのところが選択できるようになっています。で、ここではもう少しこの内容ですね。このブラウジングの機能とかですね、プラグインのについてですね、もう少しね、深く説明したいと思います。で、こちらがまずですね、まあ、ブラウジングのとこなんですけども、まあ、もともとこれが昨年の11月ぐらいのモデル、を使っているというのと、まあ、情報としては2021年のまでの情報しか、モデルに組み込まれてないというのが、もともとの情報としてあって、ですので、まあ、最新のですね、ウェブ情報とかっていうのは、このモデルに、LLM モデルには組み込まれてないというのが、前から問題だったんですけども、まあ、このウェブ検索の機能ができたことで、まあ、最近、最新のですね、ウェブ記事とかも検索して、それをプロンプトに与えて、それをもとに、それも含めて、テキスト生成ができるようになっています。で、このプロンプトですと、まあ、2023年5月1日以降の、まあ、チャット GTP 会話のアップデートは何ですかというので箇条書きしているんですけども、まあ、こういうのがですね、以前は情報がないということで終わっていたんですけども、ブラウジングで、こういう情報も取ってくれるようになっています。ただですね、まあ、すべてのウェブ情報が、まあ、どうもアクセスできるわけじゃなくて、なんか内部でこう基準があって、ここのウェブサイトはアクセスできないみたいなのが、まあ、どうもあるみたいで、まあ、ですので、まあ、すべての情報が、これを、この、まあ、ウェブのスクレーピングですね、取ってこれるわけではないという形です。あとは、このベータ版のブラウジングがどうもちょっと、機能としてはいまいちで、また後で説明します。まあ、プラグインの、まあ、ウェブマイロットの方が、まあ、機能としてはいいという
ことを言ってる人もいます。で、まあ、実際にですね、このウェブ情報も使って、テキスト生成するっていうのはですね、まあ、実は先月ぐらいからもう、BERT とかでもできるように、Google の BERT とか、Bing チャットとかでもできるようになっていて、まあ、チャット GTP ができるのはちょっとやや後なんですけども、で、これが当時、まあ、先月ぐらいの段階では、まあ、これ Google BERT で、5月16日の阪神タイガースが勝ちましたかっていうので、まあ、こういう、まあ、ウェブ情報をその時に拾ってきて、こうテキスト生成するというのができていました。で、この情報に関しては、まあ、Google 検索とも紐づいてたという形ですね。で、じゃあ、まあ、この、まあ、チャット GTP と他の、まあ、他のそのウェブ検索、できるような LLM と、まあ何が違うかというと、まあこちらは私の、まあ、所感でまとめたとこなんですけども、まあどうもですね、まあ処理速度に関しては、まあどうもチャット GTP とか GT4 はやはり遅くて、BERT とかですね、Bing AI の方が、まあ処理として早いんですけども、まあ生成されたテキストの精度ですね、あとはまあこの長さとかを比べると、やはり GTP の方の方が、まあ、長い文章は生成できるというと、まあ、よりですね、精度が高いように思われますね。まあ、ですので、まあ、ここも API の使い分けだと思うんですけど、まあ、処理時間が必要な場合とかですね、テキストの精度に合わせて、まあ、そのモデルを使い分けるという形になるのかなと、まあ、今後もですね、そういう形になるのかなというふうに思います。で、まあ、次がですね、プラグインの話になるんですけども、GTP4 のところで、プラグインズと、ここですね、まあ、ここを選んでいただくと、まあ、現在ですね、だいたい400、さっき数えた400ぐらいですね、プラグイン、模線公開されてて、まあ、インストールして、このチャット GTP 上で、まあ、連携して使えるようになっています。で、今回ですね、まあ、2個ぐらい、主に2個ぐらいですね、まあ、紹介したいんですけども、まあ、もう、すでにたくさんあってですね、もうはっきり言ってどれがいいのかとかっていうのは、まあ、よく判断ができないところではあるんですけども、で、あとですね、あと、まあ、プラグインに使うときの注意点なんですけども、一応、OpenAI の方で書いてるのは、まあ、こちらプラグインはですね、まあ、サードパーティーのアプリケーションになるので、まあ、OpenAI の管理下じゃないというので、まあ、何が起こっても知りませんよみたいな形になりますので、まあ、まあ、自己責任で使ってくださいという形になっています。で、このまあ、プラグインの中ですね。ポピュラーの、まあ、要は、まあ、検索上位か、まあ、ダウンロード数上位の、まあ、15のプラグインというのがありまして、まあ、その中でですね、今回、まあ、これまだ良さそうかなと思った、まあ、2つぐらいですね。まあ、主に紹介させていただければと思います。で、この右上の方のですね、プロンプトパーフェクトというのと、下の真ん中ぐらいの、ウォルフロムですかね。ウォルフラムか。あと、まあ、先ほど少し言った、まあ、ウェブパイロットというのはこちらありますけども、基本的には先ほどのブラージングと同じような形の、プラグインになっています。で、主にこの上の2つですね、紹介させていただきます。で、こちらですね、あと、プランプとパーフェクト。やつなんですけども、まあ、要するに書いたプロンプトを改善して、改善したのを、まあ、を投げてくれるというような、便利なやつです。で、こちら、まあ、こちら最初のクエリ、あ、プロンプトはですね、バイオインフォとはっていう、クエスチョンマークというプロンプトに、まあ、後ろですね、カッコしてパーフェクトっていう、このプロンプトパーフェクトをもう、まあ、実行するような、この、
まあ、言葉をですね、まあ、単語と、まあ、こういうのを、追記しますと、まあ、一旦このバイオインフォとはって、プロンプト実行されるんですけども、それが一回、プロンプトパーフェクトに渡って改善された、ものですね。テキストが生成されて、それをもとに、まあ、GTP のテキスト生成が実行されるという形になっています。で、この下の矢印のところですね。これが元のプロンプトで、その下のが修正されたプロンプトになってまして、まあ、内容もなんか英語になって、まあ、英語の方がですね、やはり、性能がいい、テキスト生成の性能が良くなりますので、まあ、英語になって入れているという形かと思います。で、こういうのはですね、なんかプラグインで、まあ、内部でやってくれると。いうのが一つ機能としてあります。あとですね、このウォルフラムなんか、ワルフロムなのか、このプラグインはですね、まあ、まあですね、テキスト生成に加えて、まあいろんなことがですね、タスクが実行できるようになっておりまして、まあこちら一例では、まあ先ほどちょっとやってた、まあこの数学的な計算ですね、積分を計算してとかっていうのでですね、積分計算して、まあ、このグラフを作ってくれるとか、なんかそういうような、まあ、数学的な生成ができるようなプラグインですね。で、あとはですね、これ以外にも、まあ、理科の、まあ、化学反応とかですね、の情報を提供したりするんですね。まあ、地理情報とか、まあ、ここに少しありますけども、プロットとかグラフ書いたりとかっていうのが、このプラグインでできるようになっているという形ですね。まあ、こういうのがですね、ちょっと出てきているという形です。で、プロンプトもですね、こう結構、なんかこう、まあ、要はプログラム書くような形の、数式。まあ、ちょっとそれよりもっとひどいようなやつなんですけど。ルートとかもちょっと変なやつでも認識してくれて、それが数式に移されて、まあ、今回だとこの不定積分されるというような形ですね。で、まあ、前回ですね。まあ、前回チャット GTP の苦手なことということで一つ挙げてたんですけども、まあ、それ今回改善されましたという話をちょっと一個させてください。で、前回ですね、まあ、5月の段階、まあ、実際で、プラグイン機能としては出てたんですけども、まあ、一応このチャット GTP4 ではできないものとして、まあ、最新情報ですね。まあ、記事に載ってない情報とかですね。あと、まあ、会員サイトの情報。あと、まあ、地域ネタみたいに弱いみたいなことを言ってたんですけども、まあ、例えば、まあ、これは、まあ、この例はですね、私住んでる大阪のところの、まあ、美味しい焼肉店は何ですかっていう質問に対して、一応、まあ、GTP 君はちゃんと答えは出してくれるんですけども、どうもこれは、もう一回聞くと、まあ、この店舗は本当に存在しますかって聞くと、まあ、これらの店舗はですね、架空のものですみたいな、間違ってますというような回答が返ってきてました。で、これはですね、まあ、情報がないからちょっとうまく生成できないという。まあ、ただその時はですね、まあ、GTP まだ賢いので、Google マップ見てくださいとかですね、食べログ見てくださいみたいな、一応まあ、他の情報をですね、教えてくれるという形になっています。で、これはですね、まあ、これは食べ、まあ、お店なんですけども、まあ、これはですね、ブラスト検索じゃあしてくださいっていう課題でもですね、まあ、ブラストのデータがないのでできませんみたいな感じですね。まあ、要はデータベース等の対応関係がないので、まあ、こういうことはできないっていう話が、まあ、課題としてあったんですけども、まあ、これはまあ、まあ、各ドメインごとに、まあ、それぞれ解決していかないといけないという形なんですけども、まあ、で、一つで今回解決されたのが、まあ、食べログさんがですね、こういうまあ、チャット GTP の、プラグインを開発したというので、まあ、これ日本初でこういうプラグインを開発されたというので、まあ、先月ですね、まあ、頭ぐらいなんですけども、そういう、プレスリリースの方も出ていました。
で、これが結局ですね、内部で何やってるかっていうと、まあ、入力のところと、まあ、結局ですね、通常の、まあ、データベース検索を、まあ、やってるんですけども、で、それがもともとこの入力がですね、ちょっと自然言語になっているというところですね。で、結局この例ですと、まあ、明日の19時に4人で入れる渋谷の焼肉屋さんを教えてくださいという、まあ、自然言語で入ってきたときに、まあ、本来これを、まあ、なんか自然言語処理とか、まあ、要は形態素解析して、まあ、単語に分かれて、まあ、この単語のか名詞だからどれがキーワードなのかみたいなのをやってたわけですけども、まあ、これ、そこの部分がですね、チャット GTP、を返して、クエリを作ってくれないと。API 用のクエリを作ってくれて、この例だとキーワードが渋谷焼肉になってて、予約時間と予約人数が抽出されて、まあ、それを、が、で、データベースサーチして、まあ、返ってきた、検査結果のメタデータですね。まあ、それが下に、なってて、まあ、これでお店の情報とか URL とか返ってくるわけですけども、それをもう一回 GTP にかけて、それをテキスト生成してもらうと。ですので、まあ、入り口のところと、まあ、出口のところで GTP のモデルを、まあ、LLM を使っていると。で、ですので、まあ、従来、結局のところ、まあ、従来、データベースサーチしてたところ、キーワードデータベースサーチしてたところを、最初、キーワードじゃなくて自然言語で入れるよねっていうのが、まあ、こういう、こちらの発想だと思いますので、まあ、まあ、他のですね、まあ、データベースサーチにもこれは使っていけるんじゃないかなというように、考えられますね。で、まあ、私昔やってた分野だと、まあ、スパークルとかですね、まあ、そうこういうのに近い、ことやってますので、かなりこういうのを使っていけるんじゃないかなというような、に思っています。で、では、まあ、後半のところですね。LLM のこの、まあ、話題提供ということで、まあ、軽く話題提供ぐらいなんですけども。で、これがですね、DTP4 の、まあ、テクニカルノートっていうのがですね、まあ、出た時ぐらいにですね、公開、されていたようですね。3月27日ぐらいですね。最新版が今。で、V3 の最新版が今公開されています。で、これ、コーネル大学の、プレプリントのサーバーで、公開されているもので、だいたい80ページぐらいですね。レポートを、読むことができます。で、まあ、テクニカルレポートなんで、実際応用例とかですね、一応性能みたいなのがいろいろ書いてあって、右側の図がですね、まあ、図5ぐらいになった GTP の4のですね、性能を、まあ、各言語ごとにですね、まあ、図示してるものなんですけども、まあ、やはりですね、まあ、皆さんもうすでに、ご存知かと思うんですけど、やはり英語が、まあ、英語をインプットした時の性能がやっぱり一番高くて、まあ、85.5%という形になってて、で、なんか日本語だとまあ、かなり5%ぐらいですね、低くなって79.9%で、大体言語ランキングだと16位ぐらいになっていますね。で、まあ、やってて、気づいてくるかと思うんですけど、やはりですね、入力を日本語で直接入れるよりか、英語に直して、それを、まあ、実行するというか、まあ、入れ直す方が、まあ、生成する、まあ、精度もそうですし、まあ、生成される速度ですね。それもですね、やはりちょっと早いような、英語の方が早いような印象があります。ですので、まあ、この結果からもですね、まあ大事なところは、やっぱ英語に変換して、まあその DTP 上で英語に変換して、英語をプロンプトにするっていうのも、一つ、結果を良くするという方法なのかなというように思います。で、あと、まあこれもまあ情報提供程度なんですけども、
まあ、今後もですね、先ほど言った、まあ、プロンプトエンジニアリング的なのはですね、やっぱ流行っていきそうだというのを思いますので、まあ、そういう情報がどっかないかなというのを探してました。で、まあ、そもそも、まあ、プロンプトエンジニアリングっていうのは、何かという話なんですけども、まあ、言語モデルをですね、効率的に使用するためのプロンプトを開発、まあ、指示文ですね。開発、最適化するような比較的新しい学問でですね、まあ、これを磨くことによって AI の回答が、まあ、今回の言語モデルの回答が良くなるということですね。で、いろいろ探してて、やっぱり行き着いたのがですね、このプロンプトエンジニアリングっていうなんか GitHub の、サイトがありまして、この IRAI っていうところですね。プロジェクトで、このまあ、プロンプトエンジニアリングを学ぶためのガイドっていうのがですね、公開されてて、結構しっかりしているもので、で、まあ、英語版に加えて、いろんな言語に翻訳されててですね、今、日本語版でも読めるようになってますので、もし興味あれば、というか、私も今読もうとしているところなんですけども、まあ、こういうのもですね、参考になるかなとは思います。で、あとですね、これ最近ですね、見たやつなんですけども、こちら、マジック社っていうところがですね、LTM1 っていう、言語モデルを最近発表しまして、これがですね、まあ、できることはですね、プログラミングに特化した、まあ、言語モデルで、要はまあ、プログラミングを良くする、改良したりですね、修正できるような LLM のモデルなんですけども、このなんか扱えるトークン数が、まあ、現状、まあ、GTP の4ですと、だいたい3万2千トークンぐらいなんですけども、まあ、このモデルは今500万トークンですかね。まあ、これかなり多い、トークンが一度に扱うモデルみたいで、これが最近、ニュースになっています。で、これ500万トークンなかなかイメージしにくいんですけども、で、これが動画なんですけども、まあ、できることは、まあ、こういう、プラグイン生成で、この空欄のところを全部埋めてくれるというような、まあ、今まで見たことあるような感じの、LLM のモデルなんですけども、で、これがですね、一つのファイルだけじゃなくて、このモデル、ここの、まあ、動画にありますように、まあ、複数のファイルをまたいで、その情報を読み取って、プログラムを生成できるというのと、フォルダのファイルのですね、構造とかもですね、認識できると。ですので、まあ、複数ファイルで複数構、まあ、まあ、構造化されたファイルを複数入力して、ね、学習できるようになってるんです。この左側のですね、構造化ファイルすべて、渡って入力できるというような、なんか最近特徴があるみたいです。すいません。